2024年7月6日ロサンゼルスのファンを熱狂の渦に待つ込んだのは我らが大谷翔平の28号ソロホームランでした大谷選手はこの試合で見せた素晴らしいパフォーマンスで再びその名を刻みましたこの日大谷は30歳の誕生日を迎えその記念すべき日にふさわしい一撃を放ちました 打球は時速177キロという驚異的な速度でライトセンターに突き刺さり球場中のファンや敵軍の実況席を驚愕させましたこのホームランに続いてチームメイトであるフレディフリーマンが感動的なコメントを残しその瞬間はさらなる感動を呼び起こしました大谷翔平選手は7月6日の試合で1番指名打者として先発出場し その見事な打撃でファンを魅了しましまた28号ソロホームランは4試合ぶりの一撃であり、5対3の勝利に大きく貢献しました。このホームランは30歳の誕生日を迎えた大谷選手にとって初めてのホームランであり、その特別な瞬間は多くのファンにとっても記念すべきものとなりました。8回の打席で大谷選手は相手投手ハドソンの甘い球を逃さず、 ライトセンターに見事な一撃を放ちましたこの打球は時速1 0 9 9マイル約177キロという驚異的な速度でスタンドに突き刺さり観客席を熱狂の渦に巻き込みました大谷選手のこの一撃に対するファンの反応は非常に熱烈で日本のファンからも「かわいそうなくらい」と投手ハドソンへの同情の声が寄せられるほどでした 大谷選手の28号ホームランに対し、チームメイトであるフレディ、フリーマンが感動的なコメントを残しました。大谷は本当に信じられない選手だ。彼のプレイを見るたびに、その才能と努力に驚かされる。28号ソロホームランなんてまさに彼の実力を示している瞬間だった。と語り、大谷選手の素晴らしいパフォーマンスを称賛しました。 さらに彼が30歳の誕生日を迎えてその初ホームランを打つ姿を見られたことは僕たち全員にとっても特別な瞬間だったと続け大谷選手への敬意と感動を表現しました大谷選手の28号ホームランに対する反応は敵軍の投手や実況席にも及びました打たれた投手ハドソンはその瞬間に呆然とし ショックを隠ししきれない様子でしたまた MLB 公式 X 旧ツイッターには大谷選手が駆け出す姿とハドソン投手ががっくりと肩を落とす決定的瞬間が捉えられた画像が投稿され多くの反響を呼びました日本のファンからも「気の毒だ」と言わんばかりのコメントが寄せられ相手投手への同情の声が相次ぎました この試合では、大谷選手は他にも素晴らしい活躍を見せました。6回の第4打席でも3塁打を放ち、2打数にヒット、2四球、1デッドボールと、5打席全てで出塁する驚異的なパフォーマンスを披露しました。彼の存在はチーム全体に大きな影響を与え、エネルギーとモチベーションをもたらしています。この試合でのもう一つの注目は、ウィル、 ススミス選手の活躍です彼は2番で出場し、初回にブルアーズの先発アーロン、シーバから宇宙間スタンドに391フィートの12号ソロホームランを放ちました。続く3回にはレフトに410フィートの13号ソロアーチ、さらに7回には3番手ブライアン、ハドソンからレフトポール直撃の14号ソロ打を打ち込みました。MLB コムのサラ ラングス記者によるとスミス選手はドジャースの星として1試合3ホームランを放った史上4人目の選手となりアメリカのファンも大興奮しましたまた大谷選手の30歳の誕生日に際しドジャースのロバーツ監督は大谷選手にワインボトルをプレゼントしましたロバーツ監督は以前大谷夫妻から日本のウイスキーをプレゼントされたことがあり そのお返しとしてワインボトルを送ったと明かしました大谷選手の存在はチームメイトや監督からも非常に愛されておりその誕生日は多くの人々に祝福されました大谷選手の存在はチーム全体にとって非常に重要です彼のリーダーシップやポジティブな態度は他の選手たちにとって大きな刺激となり試合の結果にも大きな影響を与えています 例えば、ムーキー、レッツ選手は大谷選手について、翔平が僕に、ムーキー、早く元気になって戻ってきてね、と言ってくれたんです。翔平は常に前向きな姿勢でみんなを起こしてくれています。と語り、大谷選手の存在がチーム全体にとって大きな励みになっていることを強調しました。また、大谷選手はそのパワフルなな打撃だけでなく フィールドでのリーダーシップやチームメイトへのサポートでも高き評価されています。彼の存在がチームに与える影響は計り知れず、その姿勢やプレイスタイルは他の選手たちにとっても大きなインスピレーションとなっています。大谷翔平選手の28号ソロホームランは、その驚異的な打撃力とリーダーシップを改めて証明するものでした。彼の30歳の誕生日に放った一撃は、 多くのファンやチームメイト、さらには敵軍にまで感動を与え、その存在感を示しました。フレディ、フリーマンの感動的なコメントや、敵軍の実況席の驚愕、さらにはウィル、スミス選手の大活躍など、この試合は多くのドラマを生み出しました。大谷選手のこれからの活躍にも期待が高まるばかりです。彼のプレイは、 これからも多くのファンに感動と興奮を提供し続けることでしょう。